カムガール。カムガールです。カムガールです。カムガールです。ギターの石田です。次、シートボーカルマオです。ギターボーカルフリアです。そしてベースのテタです。そして、携帯いじってる。そう、なんで？カムガールのロゴとか出したいなと思って。あ、なるほどね。ここで編集とかでじゃなくて、ここ見知れすぎる。編集で出せる。出さなきゃ出せないと思ってる。はい。はい。ですね。5月のです。はい。5月です。夏の前。はい。で、ちょっと先に宣伝なんですけど、10月9日に南ホイール。に出ます。やったー、念願のみなほ。いい響きだ。ありがとう、みなほ。ヒルズパン工場、16時から、10月9日日曜日ですね。はい、ぜひ来てください。はい、遊びの大阪 で、あと新しいグッズを出しまして、ライブ会場とあとはケースで2枚で買えるので、こちらのお願いします。はい。で、5月の動画なんですけど、弾き語りですね、ボーカル2人のアコースティックセットでの弾き語り MC なので、面白いかな。MC なんだ。MC か。頑張って歌ったんですけどね。MC を切り取られましたね。で、あとが、武蔵野音楽祭。おお。あ、私の好きな動画入ってるあれだ。楽屋での。楽屋のあれ。面白い。またね、そっちが入ってる。はい、であとは、6月末にリリースしたラッキーのレコーディングの様子ですね。それが載ってます。じゃあ、はい、そんな感じでどうぞどうぞ。定着しちゃうからね。あ、でも目撃者いるんだった。そうだ。あの、みんなに口封じしてもらえば、みんなにお金渡して、2人セットはなかったことにすれば。多分口封じしなくても言わないと思うよ、7歳の前。じゃあ、何がいいですか？2人セットじゃないけど。何だろう。何がいいかな。七尾クラブとか。どっから来た？どっから来たの？スマートだから私たち。うん。七尾ってあのモデルの七尾。七尾ポーズの名前。ちょっと荷が重いんじゃないかな。俺ら二人で七尾クラブは通用しないよ。ないです、ね。ちょっと持ち帰らせてもらっていいですか？この大喜利ちょっと戦いたくなかったわ。誰も知らない明日へ行く。
ヘイラッキーだ。そこだけハマろうかな。ラッキーだな。あ気持ち悪い。気持ち悪いはちょっと痛いですね。急に振り役で横に出てきて。ビートルズ感出した。撮ってんだよ。ごめんなさい。撮るとかね。撮った方がいいかなと思って。マンスリーガムガールがあるから。今日の洋服のおしゃれポイントはどこですか？狐。ああ、それはいいな。いや、野球部っぽい、野球部っぽい。狐。このダボダボズボン金が。でも狐が野球部っぽいですよ。なんか。帽子かぶって。これはシティギズネ。動物園から抜け出したってことだ。山で生活してるんじゃなくて。これともどういう意味ですか？これともアムールって意味。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。これダメだ。リーダーに買いました。今、グミ食べれる口ですか？うわ、なんか、すごい。え、何それ？なんかちょっと気持ち悪いこれ。だってキモ？ちょっと気持ち悪いなこれ。なんか、キモいこれ。あ、でもなんか美味しいっちゃ美味しい。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 何を？その中で。何の会なのこれは。でもなんか動物園感ありますよね。かわいいね。手と届いてる。かわいいって言われちゃうよ。ママ餌あげてもいい。石田くんにはめちゃめちゃ餌あげたい。たくさん食べてって。あ、いろいろ試してみて。変幻自在だ。石田くんいくよ。はい。ラスト。はい、気づいちゃった。ハンドクラップすると指の骨が痛くなる。最後のわちゃちゃ、まあ、わちゃちゃでいいよもう。これはわちゃちゃでいいよ、うん、いやみんなでやった感じは出るもん。よし、うんうん、終わり。お疲れした。お疲れ様です。